皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ナオトです。今回はメインアタッカーに SP 武器プラチナウィングを使ってやっていきたいと思います。でパーティー構成が大魔導士、魔剣士、大神官2枚です。で大魔導士がバロックエッジとギラ防具の下だけオルゴーの鎧で無動耐性をとってます。でアクセはね、素早さを速くするためにつけてます。で魔剣士が、プラチナウィング4凸のプラス4です。で防具は、新ガチャの防具意識になってます。で大神官1人目が、カンダタトマホークで攻撃源を狙いながら手空いた時に回復するような感じになってます。でもう1人大神官が、回復メインで開幕に魔剣士にバイキュルトをかける役目になってます。で大神官の心の方はスーパー天竺、ユニコーン、シドウ、ドラゴスライムで、もう一人がシドウ、マッスルガード、マリン、ピサロンになってます。で魔剣士がブレア、月夜の書、アラグネ、欲望の魔人、覚醒です。大魔導士がスラリンガル、スライムジェネラル、ネルゲル、マスタードラゴン、覚醒で、大魔導士の心胴の方が全部右寄せです。で魔剣士が、ホースチャージを取りつつ、捨て身取りつつ、ホースブラストも取りつつ、サインは会心を取るって感じになってます。で大神官2人ともアンコール以外は全部左寄せにしてます。でこんな感じで無動をやっていきたいと思います。それでは無動討伐やっていきたいと思います。で1ターン目は大魔導士がフォースバースト、これで次のターンに確実にフォースブレイクで属性耐性を下げるって狙いですね。で大神官1人が守りの盾をやる。で魔剣士が攻撃で、このスイープスライサー、まあ4000、ギリギリ4000いかないぐらいで、大神官もう1人がバイキルトで魔剣士の攻撃力を上げる。の攻撃はまだまだ弱い。でナイスカード、で魔法カウンターをやってくる。で大魔導士がここで攻撃をします。で守備力下がりつつ、フォースブレイクで1段階属性耐性が下がりました。これは一番いいパターン、守備力まで下がるっていうのは一番いいパターン。1万以上の火力が出てくる。でホースチャージが3段階まで上がる。いい展開ですね。これはね、ほんとホースチャージが入んないんで、全然入んないんで、馬が飛んでくる。まあこれがね、防具が通常の防具だともっと被ダメージ大きいんで、やっぱ今回の新ガチャの防具が取れたっていうのは結構でかいですね。でこれが2段階入っていく。でここで獣が入って220002ダメージで、ここホースチャージが5段階になりました。チャージ5段階、これはチャンスだなって思いました。まあ、インが入っていればもっといいんですけど、でここで自分はちょっと行こうかなってちょっと思いました。で、あ、そっか、
さっきの神田タインパクトで攻撃弦も入ってるんですね。でここで大魔導士がバイシオンで魔剣士の攻撃力をアップ。でここで自分はポスチャージが5段階入ってたんで、もう気合ダメ しちゃいました。でここでまた神田タインパクトで2段階入っていく。2段階攻撃弦入っちゃえばかなり楽。これ守備弦もね、あと1段階下がっちゃえばもっといいんですけど。でここで来ました、無道の力を解放。でここで攻撃魔力、守備力、攻撃力が上がります。でここで魔剣士がフォースブラストやります。でこの火力を見てください、48000十分でしょう。48000十分でしょう。得意武器じゃないんで、魔剣士の得意武器じゃないんで。で48000十分でしょう。まあ自分でフォースバーストフォースブラストやって跳ね返ったので、食らって因果が発動してるっていう。まあね、本当はねこのもう少しポスチャージと因果の方ももう少し入って気合いためフォースブラストをやりたかったんですけど、なかなかねその頃にはフォースチャージの方が切れちゃうんで、だからまあ5段階までうまくたまった時はね使っちゃった方がいいですね。もう28000強い、十分ですね。まあでもこれがね、例えば伊勢つく波動とか使われたらこういうのも結構厳しくなると思うんですけど、伊勢つく波動とかやってくる敵が出てくるときついですね。でまたバイシオンで攻撃力を上げていく。で輝く息はきついね、やっぱり。ただ因果が上がっていく。でこの魔剣士の攻撃は12000。まあね、12000プラチナウィングで出してるから強いよね。ただ今のはもうボスになっちゃうと1万は超えないと厳しいですよね。4,5000で削っていくのは相当厳しいと思います。おー18000、いいダメージ。守備力は下がらない。やっぱね、今回の新ガチャの防具っていうのはやっぱ結構重要でしたね。結構ガチャでは文句言いましたけど、やっぱり防具あるとかなり攻略は楽です。今も2万1000いったのね、会心出たんで。でここでまた攻撃していく。1万。でフォースチャージが5段階。今回の戦いに関してはフォースチャージの上がりがかなり良かったですね。すごい上がりがいい。こんぐらい毎回フォースチャージがすぐ溜まってくれればもっと攻略が楽なんですけどね。
もうね、もう最後なんで、もうここは守備力下げられてもどうでもいいって感じ。ナイスガード。あと一発、あと一発です。またチャージ上がったね、ホスターズ6段階だ。ほんと上がりいい今回は。で、これで、ね、そうだった。11,800十分です。で、無道の心は D です。今回もご視聴いただきありがとうございます。自分の動画の高評価、 YouTube チャンネル登録の方も